はい、どうもバイナリ投資塾のよすけです。今回は投資初心者でもバイナリの取引で今日中に40万円稼げるサラリーマンの月収をたった1日で実現してしまう驚異の1分ターボ手法を伝授します。早速ですが、あなたは副業をしたことがありますか？まあ、世界的なねパンデミックの影響もあり、副業っていうワードが一般的になってきましたね。在宅でできるシール貼りとのこう内職、あとはアフィリエイトなど始めやすいものたくさんありますが、やっぱり投資関係が多いです。僕はねバイナリー以外に FX 株式不動産、まあ、こういろんなね投資してるんですけども、中でも特に始めやすいのがバイナリーオプションです。これ理由はシンプルで、資金が作りやすいからなんですね。投資経験が浅くても収益につなげやすいですし、他に比べてリスクも少ないです。つまり簡単に稼ぐの代名詞でもあるんですね。で、この手法も見るポイントは一つですし、高勝率でのエントリーが可能なので、初心者の方でも非常にエントリーがしやすいんです。ですがこの動画を適当に流し見したり、条件だけを把握して稼げるほどバイナリーも甘い世界ではありません。相性がいい通貨ペア、あとは注意点などしっかりと守った上で結果はついてくるので、無駄な、ね、損失をつからないためにもしっかりと最後まで見るようにしてください。それではね、早速解説をしていきます。本編スタート。そしたら、まあ本編にちょっと入っていくんですけども、今回使っていくインジケーターは CCI とボリンジャーバンドの2つになります。早速ねちょっとインジケーターの挿入法からやっていきましょう。まずはじゃあ CCI から入れていこうと思いますので、こちらの挿入インジケーターのオシレーターの中にありますこちらコモディティチャンネルインデックス、こちらを選択してください。まあ、そうするとこのようにね設定画面出てきますので、パラメータのところで期間が4で、適用価格はクローズとなります。で、色はまあ僕ピンクで設定してるんですけども、これはね全然お好きなもので構いません。で、次にレベル表示を押していただいて、こちらは空欄で大丈夫です。で、何かこう数値入ってるよって方はこちらのね削除から消しておいてください。で、これができましたら OK ボタンを押していきましょう。では続きまして、この CCI の中にボリンジャーバンドを入れていきます。こちらのナビゲーターを押していただいて、このトレンドの中にあるボリンジャーバンドをまず見つけてください。で、これがね見つけられたら、この中にドラッグアンドドロップで入れていきます。で、そうすると同じようにね設定画面出てきますので、パラメータのところで期間が15、偏差は2で、適用価格は一番下このファーストインジケーターズデータですね、こちらに設定しておいてください。で、これができましたら OK ボタンを押していきましょう。はい、こちらでね設定は完了となります。で、さっきの適用価格をファーストインジケーターズデータじゃなくて、例えばクローズとかね、こうデフォルトの設定するとこのメインチャートに入っちゃいますので、ここはねくれぐれも気をつけてください。そうしましたらハイエントリー条件からちょっとやっていきたいなと思うんですけど、ハイエントリー条件はこちらになります。 CCI がボリンジャーバンドのマイナスシグマを上から下に抜けること、それを確認できた次なしでハイエントリーとなります。実際のエントリーポイントでいうとこちらですね、これがハイエントリーのポイントとなります。まあ、条件自体はまあぶっちゃけめちゃくちゃ簡単です。この真ん中に入っているこのピンクの CCI がこの外側にあるねこのボリンジャーバンドのマイナス2シグマ、この下のシグマに対して上から下にこう突き抜けること、まあ触れるでもね全然構わないんですけど、その確認が取れた次の足でハイエントリーをかけていきます。そうするとこのように陽線が形成されておりますので、しっかりと勝つことができています。どうですか、これがハイエントリー条件です。めちゃくちゃ簡単かと思います。ただちょっとここでね注意していただきたいのがこちらのポイントなんですよ。一見ねこう隣同士見てもらうと分かりやすいんですけど、ハイエントリーのポイントじゃんって思うじゃないですか。ただこの CCI とボリンジャーバンドが同じような方向に進んでる時っていうのは期待値としては高くないです。まあ、現にここでねエントリーしたとしても次の足これ陰線つけて負けちゃってるんですね。なので条件一致を見るときは必ずこのボリンジャーバンドのシグマ、これはなるべく水平であるってことは見といてください。まあ、完璧にこうまっすぐ水平ってことはまあほぼほぼないです。これは結構ね水平気味ですけど若干やっぱ下降気味なんですね。ただなるべくこう平らなねこうシグマに対して条件一致してるかっていうところを見ててください。ハイエントリーはねもうバッチリかなと思いますので、続いてちょっとローエントリーも見ていきましょう。はい、そしたらこちらがねローエントリーのポイントですね。
まあ、あらかじめタッチ線引いてるんですけども、ローエントリー蒸気は CCA がボリンジャーバンドのプラスシグマを下から上に抜けることです。でその確認を取れて次の足でローエントリーになりますので、まあ、まさしくこのポイントなんですね。で若干ねここでこう上にね上がってるような局面ですが、このぐらい緩やかだったら全然構わないです。ですがこれは正直やりすぎです。明らかにこう上向いてる方向に対して CCA も上に向いてる方向、まあ、要するにこういうことですね。こういった形でこう右上にねどっちも向いちゃってるじゃなくて、こうさっきのね条件一致のポイントなんですけど、これぐらいね、まあ、水平だってことが確認できてから次の足でローエントリーしていくようにしましょう。これさえ意識できれば正直めちゃくちゃ勝てます。それだけ期待値がね高いポイントでエントリーすることができるんです。でこの章でさらにね期待値をこう高めていきたいという方は角度に注目してください。でこう突き抜ける際にある程度こう勢いがあるねポイントの方が期待値としては高いです。まあ、緩やかにこう条件一致するというよりかは鋭くねこうシグマに触れるポイントの方が期待値としては高いので、そのあたりもねしっかりと見ながらやっていきましょう。では解説はねこちらで以上となります。今回は投資初心者でもバイナリーの取引で今日中に40万円稼げるサラリーマンの技術をたった1日で実現してしまう驚異の1分ターボ手法、こちらを解説してきました。しっかりとねここまで見ていただいて皆さんどうでしたか？インジケーターが2つしか使ってないにもかかわらず、こう見るポイントがたったの1つと、まあ、かなり画期的な手法でしたので、この機会にぜひ取り入れてみてください。ではね今回の動画が参考になったという方はグッドボタンとチャンネル登録は必ず押しておいてください。次回以降も初心者でも勝てる簡単に稼げる手法をどんどん紹介していきますので楽しみにお待ちください。ではね今回はこちらで以上となります。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。